優秀歌唱賞は決定しておりますが、もう一度この4人を順次ご紹介したいと思います。ゆみちゃんよろしく。エントリーナンバー2番、悲しき口笛を歌いました普天間香織ちゃん。リミちゃん。という4名の中から1名だけ、もちろんですね。そうですね、はい、日本ちびっ子歌謡大賞第8回目のチャンピオンが決まるわけでございます。さあどなたが選ばれても不思議はないような気がいたしますが、お茶の間の祭典はいかがなっておりますでしょうか。輝け第8回日本ちびっ子歌謡大賞の発表です。第8回日本ちびっ子歌謡大賞です。エントリーナンバー16番、イサリビバンカを歌いました金子りみちゃんです。おめでとうございます。優勝した金子りみちゃんには南春夫審査委員長より表彰状とブロンズ像が渡されます。おめでとうございました。表彰状、大賞、沖縄県代表金子りみ殿、あなたは日本テレビ制作輝け第8回日本ちびっ子歌謡大賞において優秀な成績を収められましたので、ここに表彰いたします。昭和61年4月24日日本テレビ放送網株式会社日本ちびっ子歌謡大賞実行委員、おめでとうございました。おめでとうございます。どうぞ元気で勉強をしてください。どうもありがとうございました。おめでとうございました。はい、おめでとうりみちゃん。じゃあこちらへどうぞ。真ん中の方へ、はい、さあ気持ちを聞かせてもらおうかな。そう、遠いところから来て、でも長いことずっと勉強したもんね、一生懸命頑張ってね。はい、ね、あ、お父さんが見えてます。はい、はい、わー、おめでとう。お父さん今どんな気持ちですか。もう本当に信じられません。沖縄の南の石垣島から来ましたんですけども、やはり自分の持ち声をずっと練習させてきました。その結果が良かったと思っております。大変ありがとうございました。おめでとうございます。もうお父さんも感激という感じですね。さあそれではお父さんの前で、ね、もう一度イサリビバンカ聞かせてください。はい、それ一回歌ってください。はい、お父さんの声を聞いてあげてください。おめでとうリミちゃん、本当におめでとう。君の苦労もしのぐその歌唱力に全国の心は酔わされてしまいました。第8回日本ちびっ子歌謡大賞受賞曲、イサリビバンカ、沖縄県代表金子りみちゃん。
ありがとう、本当におめでとう。さあ今日はほらね、会場にもたくさんお客さんいらっしゃってるし、だからテレビでたくさん応援してるから、ご挨拶してください。ありがとうございました。本当におめでとう。おめでとうございます。ということで第8回の日本ちびっこ歌謡大賞、石垣島から来てくれました金久美ちゃんの受賞に輝きましたね。これからも9回10回ちびっこ歌謡大賞は続けていくつもりでおります。どうか全国でテレビをご覧の皆さん、大いに練習をしてこの春のステージへ出てきてください。お待ちしております。